海上自衛隊親潮型潜水艦より、次の、そう、竜型潜水艦、スターリングエンジンを採用された潜水艦は、当時、静粛性でも、世界のトップとなった。だが、時代とともに、静粛性だけでは、日本の防衛力を考えると、機動性も必要となる時期がやってきた。今回は、海上自衛隊の潜水艦性能と源泉について、詳しく見ていきます。スターリングエンジンの弱点もあったのだが、世界で、トップの性能と、信頼のあるリチウムイオン電池へと移行したのだが、その次は、どんな潜水艦が建造されるのだろうか？もしかすると、源泉越えとなるか楽しみです。今年2021年10月には、川崎重工業の神戸工場で建造中の海上自衛隊の最新鋭潜水艦、白竜が、命名と進水式を終え、太平型潜水艦の2番艦として、2022年度末の就役に向けて、最終の準備段階に入っている。1番艦である、太平は、一足早い2021年度末の就役が予定されているため、計画通りにこのまま進捗すれば、その収益をもって、当面の目標とされた潜水艦22隻体制が構築されることとなり、以後の体制変更も見えてくる。2021年11月の時点の海上自衛隊の潜水艦の構成では、前々級の親潮型が、前11隻中9隻、前級の、そう、竜型が、全12隻の実戦配備となっており、ここまでで、21隻の体制を確保していたる状況にある。太平がこれに加わった時点で22隻体制には到達するが、その後に枠芸が就役した場合に、前々級の親潮型がこれまで同様に練習用の艦に変更されるのか、実戦配備数の拡充となるのか注目される。さて、いずれにせよ、こうして3台の潜水艦が同時に海上自衛隊において並行して実戦配備されることは確実だが、これらの潜水艦は動力元となる機関部の構成から見た場合にも大きく3通りの方式に分かれている状態だ。この2021年9月にはオーストラリア海軍がアメリカもしくはイギリスの技術支援を仰ぎ、原子力推進型の潜水艦を調達するとのニュースが大きく報じられたが、ご存知のように、日本の海上自衛隊の潜水艦は全て通常動力型である。その中で現在実戦配備中の潜水艦の機関部の構成を見てみると、親潮型9隻が、ディーゼル機関と鉛製の蓄電池、及びモーターを搭載する形式であり、これは、通常動力型潜水艦の黎明期から定石の構成であった。以後、そう、竜型1番艦から10番艦までは、このディーゼル機関と鉛製の蓄電池、及びモーターに加えて、スウェーデンのコックムス社のスターリング機関をライセンス生産して搭載しており、非待機依存推進を実現していた。しかし、そう、竜型の最終形となる、11番艦12番艦では、スターリング機関を廃止して、さらに、蓄電池をリチウムイオン製に変更、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池、及び、モーターという、機関構成の簡素化が行われている。現在建造中の太平型も、この新方式を踏襲しており、世界初の実用潜水艦に、リチウムイオン蓄電池を採用したことで、注目を浴びたこの構成は、ここしばらくの間海上自衛隊の潜水艦のスタンダードな形式となると思われる。これは、ひとえに、鉛製の蓄電池をリチウムイオン製に置き換えることで、同じ容積であっても、大電力で大電流を実現できた電池性能の向上の賜物であり、かつ、リチウムイオン蓄電池は、
充電時間や反復仕様にも秀でている点が大きい。これまで通常動力型潜水艦といえば、いかにして非対機依存推進を実現するかという点に注目が集まっていたが、これを実現するために大きく重く、その割には出力は低いスターリング機関に目をつぶっていたと言って過言ではないだろう。つまり海上自衛隊は、そう、流型1番艦から10番艦までのディーゼル機関と鉛製の蓄電池モーターとスターリング機関の搭載で得られていた非対機依存推進よりもリチウムイオン蓄電池の採用を実用的と判断したものである。前述のようにオーストラリアが原子力推進型潜水艦の調達に舵を切ったことを皮切りに、日本でもそれを検討すべきだという声がすでに一部の政治家からも飛び出してきているが、海上自衛隊の用途に合致すべきか否かには疑問も残る。オーストラリアが大きくアメリカもしくはイギリスの技術支援を仰ぎ、攻撃型の原子力潜水艦を調達する方針に変更したのは、中国を牽制する上で、自国から遠い南シナ海への移動速度が通常動力型よりも速い点がまず挙げられる。これにプラスして、原子力潜水艦をプラットフォームとした対地攻撃用の兵装を装備することで、かつて保有していた爆撃機による長距離攻撃能力を再び獲得する狙いがあり、速度と対地攻撃能力を希求した結果だと言えるだろう。現在の海上自衛隊の潜水艦がそうであるように、通常動力型潜水艦の水中の最大速力は20ノット前後であり、大出力を誇る原子力推進型の同30ノット以上という高速には確かにはるかに及ばないことは事実ではある。しかし、日本の海上自衛隊の潜水艦の場合、基本的には他国の海域に進出して作戦行動を行うことは想定されておらず、有事の際にも日本の周辺海域に敵国の潜水艦を含む艦艇を接近させないようにする待ち伏せ戦術が基本となっている。加えて、兵装も対艦戦闘を行うための各種魚雷や、ハープーン対艦ミサイルの運用に特化しており、オーストラリアが獲得を目指している対地攻撃用のトマホーク巡航ミサイル等は、海上自衛隊の潜水艦戦略の中には現状含まれていない。こうした点を勘案するならば、建造費や維持メンテナンスコストも高額で、静粛性においては通常動力型に劣る可能性が高い原子力推進型潜水艦が、日本の領海防衛にプラスの兵器となり得るかどうかには慎重な議論が必須と言えよう。アメリカやイギリスはすでに潜水艦は全て原子力推進型に統一してはいるが、ロシアや中国、インドなどは通常動力型との併用を継続しており、ことにインドは今回のオーストラリアの一件以後もその方針に変更がないことに言及している。これは用途に応じて原子力推進型と通常動力型を今後も運用していくとの意思表示であり、前者は遠洋及び対地攻撃能力や一部で核兵器運用も担い、後者は自国沿岸部の防衛用に用いることを主眼とすると認識しているゆえだろう。お隣の韓国に目を移せば、最新型のトサンアンチャン補給のバッチ1と呼ばれる初期型では、通常動力型にもかかわらず、VLS を6機搭載した1攻撃能力を付与するなど、ある意味、独自の潜水艦建造に着手している。次のバッチ2で、以降は VLS を10機にまで拡大し、さらに
最終型のバッチ3では、オーストラリアの件も追い風にして、原子推進への変更を視野に入れているようだが、果たして彼の国の技術力とアメリカの了解が伴うのかは未知数だ。もともと、韓国における潜水艦の建造は、ドイツ製の204型や209型潜水艦を輸入、及びライセンス生産することを通じて、その技術を入手したものだが、これらは、ディーゼル機関とモーター、そして燃料電池を搭載した艦艇である。209型は、韓国以外に、トルコやギリシャなど世界14カ国に輸出され、60隻以上が建造された西側陣営の通常動力型潜水艦としては最大のヒット作だが、今後、この系譜のドイツの潜水艦がいかなる構成の動力源をリリースするのかも興味深い点だろう。日本でも燃料電池の研究は継続されている模様なので、通常動力型潜水艦の今後を占うという意味からも、ドイツ製潜水艦の今後の動向からは目が離せないのではないかと個人的には考えている昨今である。それと並行して、オーストラリアはイギリスのトラファルガー級原子力潜水艦の調達が有力視されているが、こちらの帰結も下馬評通りなのか、その続報にも対中国包囲網という観点からは注視していく必要があると思われる。日本は通常動力型潜水艦の建造をこれから続けていくべきで、原子力推進に移行することはできない。それよりも、源泉建造費を考えると、通常動力型潜水艦がを3倍建造できる。